もふるさとラジオの時間が参りました。いや、寒い毎日が続いています。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この寒い時期の私の楽しみ、ご紹介したいと思うんですが、お料理に柚子を使うと結構味がアップするんですけども、そのお料理に使った後の柚子で柚子風呂を楽しむ、これは私の冬の最高の楽しみです。もう昨日なんか、柚子風呂入りたいなと思ったから、新しい柚子をお風呂に入れました。で、今日も使おうと思って帰るの楽しみなんです。ラジオ聴きの皆様もぜひ試してみてください。さて、この番組は京都府京丹後市にあります FM 丹後と京都市内にあります京都三条ラジオカフェ、この2つのコミュニティ FM 局がお互いのスタジオを結びまして、京都市内ではまだまだ知られていない丹後地方の情報をたっぷりお届けしようという、そんな番組です。私はこの番組のパーソナリティ、松岡千鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてラジオカフェのスタジオ、私の隣にはコメンテーターがいらっしゃいます。今日の田舎暮らしふるさとセンターの平尾浩一さんです。平尾さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、平尾さん初登場ですが、この番組には、この今日の田舎暮らしふるさとセンターではどんなお仕事を毎日されてるんでしょう。はい、京都の農村が高齢化、過疎化しているというこういうふうな現状もあるんですけども、都市で田舎暮らしをしたい、農村移住したいという人たちのそういう相談役を今仕事としてます。ああ、そうですか。都市と、そういう田舎をつなぐという、そういう大切な役割をしてくださっている平尾浩一さんです。そして、この番組には毎回素敵なゲストを FM 丹後のスタジオにお迎えするんですが、今日のゲストは乃木久俊さんとおっしゃいまして、家族経営で農業を営んでらっしゃる、そんな男性です。乃木さん、こんにちは。こんにちは、乃木久俊と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。乃木さんの久俊という字は久しいと、それから、聖夜の聖という字ですね。そうですね、はい、素敵なお名前ですね。はい、はい、ありがとうございます。そして、平尾さん、私とっても嬉しいのは、これまでで一番きっと年齢が若いんじゃないかなというふうに思ったんですが、乃木さん、本当に初対面でお年伺ってもよろしいでしょうか。すいません。はい、今月 の、 年末なんですけど、25日に誕生日で29になるんで、今28ですね。そうなんですか。はい、今月の25日というと、ひょっとしてクリスマス。そうですね、クリスマス。毎年同じですよね。毎年それは一緒です。あ、そうなんですか。はい、いや、それってどうなんですか。クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントと2つもらえるんでしょうか。はい、1つですね。 あとそれに加えてお年玉も兼ねてなんでいやそうなんですか。はいはい、いや、平尾さん、ちょっと残念ですね、それは。そうですね、はい、だけど幸せをその次時にバッと見ながらもらうのもまたインパクトがあっていいじゃないですか。はい、そうです、忘れられたことはないです。はい、日にちは。そうですね、はい、はい、そんなお若い、乃木久俊さんに後ほどお話を伺います。はい、この番組は NPO 京丹後コミュニティ放送と NPO 京都コミュニティ放送が京都府地域力再生プロジェクトのご支援でお届けしています。ふるさとインフォメーション。さあ、師走というこの12月は、名前、言葉の通り12月に入りますと、京都の街中は本当に慌ただしい雰囲気でいっぱいです。平尾さん、やっぱりお仕事も12月は今年の総まとめということでお忙しいんじゃないですか。そうですね、農家はこの冬の時期になると
むしろ忙しかった時期から体休め含めてですね、ほっとされる時なんで、逆に我々の方は農家の方々が時間がある時にいろんな行事なり企画をするので忙しいという時でもあります。あ、そうですか。さあ、それではそんな京都からインフォメーションをお願いします。はい、どうぞお願いします。私ども京の田舎暮らしふるさとセンターでは京都市内や大阪の方々を対象に田舎暮らしを積極的に受け入れる地域、農村地域の方々のマッチングをするような取り組みをしてます。11月の入試25日には京丹後市に現地ツアーをやりまして、野木さんの近くにもお邪魔をしました。で、今年この冬はですね、年が明けてからですけれど、逆に田舎暮らしを受け入れたという方々に京都市内、大阪市内に出て行っていただいて、都会の方々とマッチングをする企画を今考えてます。あ、前回までご案内したのは、はい、都会から田舎の方に出かけるというその逆なんですね。そうです、はい。今計画してますのが来年の年明け2月2日大阪市内の堺水本町という地下鉄の駅がありますけれども、そこの降りたところにシティプラザ大阪というところに田舎暮らしの相談会をやることで計画をしてます。で、先輩の住者の方々やからナビゲーターという方々が村の、よく知ってられる相談役になる方、この方々と都会の方々と、いろいろ懇談会するようなこういう企画になります。また同じように2月の16日も大阪で同じ場所で懇談会講座を開くことにしてます。ご関心のある方はご参加いただければきっといい出会いがあるかと思います。そうですね、なんか興味があるなとかどうなのかなっていうふうにちょっと思ってらっしゃる方が気軽に出かけて、そして直接お話を聞いて考えるといういいチャンスになるかもしれませんね。そうですね、それをきっかけに移住されたという方もこれまで、6年間ほどこういう企画をしてるんですけど結構おられます。で、これがいいきっかけになったというお話も聞きますので、関心のある方はどうぞおいでください。そうですね、なかなかこう自分で出かけても直接こう皆さんにお話を伺うという、機会はなかなかありませんので、そういうふうに、都会の中で皆さんのお話を聞ける機会を利用してみてはいかがでしょうか。さあ、お問い合わせは今日の田舎暮らしふるさとセンター、電話 075-441-6624、 電話 075-441-6624、 こちらにお問い合わせください。平尾さん、どうもありがとうございました。はい、京都ふるさとインフォメーションでした。田舎暮らし私もやってます、そんなコーナーです。お待たせしました。 FM 丹後のスタジオにいらっしゃる野木久俊さん、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、野木久俊さんは京丹後市といっても広うございますが、今ちょっと地図広げてるんですけれども、どのあたりにお住まいなんですか？はい、京都の最北端の方に海沿いの方に立岩っていうのがあるんですけれども、はい、その、付近で、農業をしてます。はい、平尾さんちょっと一緒に地図見てください。縦、はい、岩どのあたりにあるでしょうか？丹後町のはい、これは、犬ヶ崎大ヶ崎なんていうんですか？そうですね、それよりちょっと西ですか？一番目安になるのが、はい、道の駅天気丹後というのがあります。その道の駅の少し南ですね、野木さんの
そうですね、はい、はい、でそこからもうそこまで行くとすぐ丹後の海がコバルトブルーの海が開けてるんですね、はい、ここはそうですね、ああそうですか、はい、夏なんかは、はい、じゃあ泳ぐこともできるっていうそんな感じですね。そうですね、海水浴客もたくさん都会の方、京阪神の方から来られますね。ああそうですか、はい、12月京都も随分こう寒くなってまいりましたけども、京丹後の方は丹後の方はどうでしょうか。そうですね、先週末ぐらいからちょっと寒波があって、はい、雪が積もってます。15センチから20センチ積もったところも、はい、あります。いやそうですか、はい、それはもう例年それぐらい雪は降るっていう感じですか。今年にか今シーズンに限ってはちょっとスタートが早いんですけど、そうですね、だいたい昨年は1、はい、そうです、はい、ちっちゃい頃は1メーター、うん、どうだろうな、20、30センチぐらいは積もってたんですけど、近年は1メーター弱ぐらい積もってますね。まあ昔から比べたら減ってるみたいです。あそうですか、はい、まあ、天気予報を見ると丹後地方は今日も曇りだなとか風雪注意報とか、はい、まあ、そういうお天気が多いように感じるんですが、実際そうなんでしょうか。そうですね、今日は久方ぶりにいいお天気になってはい、ポカポカ陽気だったんですけど、 いつもどんよりとした、まあ丹後の人から言わせたら裏西傾向、裏西って言って、どういうんだろうな、雨がすぐしぐれたりする気候になってくるんです、秋から冬にかけて、はい、なんでよく昔の人は弁当忘れても傘を忘れたらあかんでって、はい、言います。あそうですか、はい、わかりました。まあ、野木さんはそちらに生まれ育たれたんでしょうか。そうですね、そうですか、はい、一言で言うとどんな地域、どんな土地柄なんでしょう。そうですね、まあ、一言で言うと自然が、まあ豊か、まあ、どこでもそうだと思うんですが、自然が豊かで、あとはそうですね、旅館とか温泉とかたくさんあるんで、もっともっとその丹後のことを他の地域の方に知ってほしいなって自分は思ってます。ああそうですか、はい、はい、さあ、最初にご紹介したのが家族経営で農業を営んでらっしゃる、現在は28歳と伺いましたけども、はい、この家族経営といいますと一体どういうふうな家族構成になってるんでしょう。はい、自分とあと、父親と母親、あとは祖父と祖母の5人で今は経営してます。はい、ということはもう代々農業に携わってらっしゃるということで、はい、最初に平尾さんのお話もありましたけども、近年はやっぱり若い方が農業離れというか、はい、農業を継がないという、まあ、そういうことが多いと思うんですけども、はい、野木さんはどうなんですか、その農業を継ぐというのは迷いはなかったですか。迷いは実際のところありました。大学に行かせてもらってる時に、教師になろうかとは考えたんですけれども、今置かれてるその、親父たちが作ってきてくれた農業の土台をすごいもったいないと思いましたし、うん、はい、その農業の中で、教育、命に関わる、うん、教育ができたらなと思いまして、これは農業しかないと、で家に、はい、帰ることにしました。そうですか、平尾さん、うん、野木さんのお父さんご存知だそうですね。そうです、まあ、30年、あ、ごめんなさい、20年ほど前にお会いしてから、今は実は私どもの経営者会議の青年経営者会議のですね、代表をやっていただいてて、お父さんとよくお会いするんですけど、息子さんは今日初めてお会いしました。さすが、ね、に野木武さんの息子さんだなという感じがします。ああ、はい、どのあたりがなんか似てるんですか。農業に対する思いがですね、すごくストレートに表現されるし、で今親父のやっぱり後を継がないかんので U ターンしましたというふうに言われた
ことなんですけども、今の若い方々でなかなか農業で専業で U ターンっていうのは少ないんですよね。特に丹後の農業地帯では。そういう中で野木さんたちはそういう若い人たちが集まって農業を盛り立てようというふうに今活動されているのが非常にお父さんの子供さんだなというのを今印象で感じました。確かにお父さんの子供さんですよね。やっぱり思いはちゃんと伝わるっていうことなんですね。さあその若いお仲間という話もありましたが、何か、若い皆さんでグループを作ってらっしゃると伺いましたが。はい、5年ほど前から若い農業者、まずは丹後町の方から、丹後町のメンバーが中心になって、グループを立ち上げたんですけど、百姓一揆っていうグループを、はい、立ち上げて、現在メンバーが9名で9人、はいはい、やっております。この百姓一揆という、ちょっと、この名前に込められた思いというのはどういうことなんでしょう。一揆ですよね。そうですね。行政の方たちに支援をいただかなくても自立した農業活動とかができたらなということで、その保守的じゃなくてもっと向かっていくようなイメージの名前が欲しいなと思ったんで、そういう名前になりました。ああ、そうですか。もう自分たちで、はい、いろいろこれまでのことも守りながら変えていくという、そういうことですよね。平尾さん、どうですか。そうですね、そういう人たちが本当にこう野口さん目の前にしながらですね、いるっていうのがやっぱり私ども驚きとともに、なんか関係者としては非常に明るい気持ちになります。そうですよね。やっぱり若い力があって次につながっていくっていうことですから、伺ってて思うのが、よく9人もそういうお仲間がその丹後町におられたなという、そういう、こう驚きというのもあるんですが、どうでしょうか、はい、皆さんそういう迷いっていうのはなかったんですかね。そうですね、迷いっていうのは、はい、ないと思います。なので、惹かれ合ってというか、結成していったものですし、結成当初はメンバーが、5人だったんですけれども、その活動を通してっていうか、見てくれる、他のメンバーが自分もぜひ参加したいっていうことで、メンバーに入れてくださいということで、今は、はい、良き仲間です。ああ、そうですか。具体的な活動内容としてはどういうことをされてるんですか。はい、そうですね、お野菜をみんなで作って、朝一でもないですけど、野菜を、地元の方に食べてもらうような、なんだろうな、お野菜を売ったりですね、あとは地元の祭りに、これはまあ親父の代というか、親父たちもグループをその時に作ってたんですけど、その時と一緒にはなるんですけど、焼きとうもろこしを夏祭りに出して販売したり、はい、あとは、地元の、幼稚園、子ども園、丹後子ども園っていうところに、お野菜の育て方とか、あとは、お米ってこういうことでできるよとか、ただ単に、野菜っていうのは、人間が手をかけて作るんだけじゃなくて、土の中にはこういった微生物や、いろいろ水だったり太陽だったりいろいろなものが関わってできてるんだよっていうことを、教えて、なんですかね、命の大切さっていうことも含めて、その教えてというか、互いに勉強だなと思ってるんです。教えつつも自分たちもそういう活動を通して子どもたちに教えられるところもたくさん、はい、あるので、今年の冬は暮れから正月にかけては何か計画があるんですか、一期の会では。そうですね、例年視察、府外に視察に行ったり、あとは、地元のその有機農家、結構有名な有機農家の人がいるんですけど、はいはい、その有機農家の人に講師になってもらって、はい、有機農業の勉強会をしたり、あとはメンバーの中に、脱サラして、脱サラして会計士の
会計士をしてた人がいるので、その人に、まあ、税務関係の勉強会をしたりしてもらって、うん、はい、いいですね。あのいろんなお互いにお互いの知識をやっぱり他の人にも伝えて学び合うというのは理想的ですよね、平尾さんね。そうですね、冬はむしろそういうのがじっくりできる時期でもあるんですね。そうですね、うん、はい、あのまあ、先生になりたかったとおっしゃいましたけれども、今、その農業を通じて子どもたちにやっぱりその命を伝えるっていうことをされてるわけですね、はい、そうですね、はい、まだまだこれがスタートなんですけれども、はい、やらせていただいてます。ああそうですか、はいはい、あのこれからこういうことに取り組みたいなとか、なんかあのもうすぐこう2013年がやってくるわけなんですけれども、はい、あの新たに何か取り組みたいことってありますでしょうか。そうですね、今から、まあ、その自分家がまあ家族経営なんですけど、これからあの法人化を目指して、あの今、うん、あのその法人化設立に向けて、あの経営を、あの経営基盤をしっかりしていってます。で2年後に法人にすることを目標に、現在はまあそこを、はい、重点的にやってます、うん、あそうですか。あの、はい、TPP に加入するかしないかっていう日本の農業を守る守らないという、はい、そういう話もありますが、何かそれに対するご意見というのはありますか、はい、そうですね、まあ、あの一長一短があると思うんです。あの農業だけその結構その農業というか、まあ、お米だけ、ね、守られてる面がすごいたくさんあると思うんで、それに甘えててはその日本の農家もあの成長できないと思うので、自分はそのまあ、参加はもうしょうがないのかなと、うん、その上であの自分たちの農業お米作りの中で自分の色が出せて、顧客の消費者の方々に満足していただけるようなあの農業ができたらなと、はい、考えてます。あそうですか、はい、まあ、法人化というのもその一つであるということですね。はい、そうです。はい、わかりました。本当に夢のある、話を伺ったという気がします。そうですね、はい、あの野口さんの多分あのブログとかですね、都会の人たちがたくさん見てるファンがおられると思うんですけどもあのまたそういう人たちが訪ねていくことになるでしょうね、今日のお話聞いてると。はい、またよろしくお願いします。そうですね、はい、さあ時間が参りました。野木久俊さん、お話どうもありがとうございました。ありがとうございました。丹後ふるさと情報の時間がやってまいりました。では丹後と周辺の情報をご紹介しましょう。寒くなってきますとやはりウィンタースポーツですよね。私ももう冬大好きなんです。まあ暑い夏もいいんですけど、やっぱり冬ですよね。実はこの丹後にもウィンタースポーツを楽しめるスポットがいっぱいあるんです。今日ご紹介するのは丹後森林公園スイス村スキー場です。こちらは、丹後半島では一番高い太鼓山というところにあるスキー場なんですよね。さあお別れしたばかりなんですが、またまた野木さんにご登場いただきましょう。野木さん。はい、はい、野木です。はい、野木さんはあのこの、スイス村スキー場っていうのはあの行かれたことありますか。はい、自分があの小さい頃からあの親しまれたというか、まあそうですね、あの通い冬になったら通ってたスキー場です。あそうですか。ご自宅のあるあたりからだいたいどれぐらいでしょう。だいたい30分から40分ぐらいかかってしまうんですけれども、はい、まあそれぐらいの距離にそういう遊び場、はい、スポーツをする場所があるっていうのはいいですよね。はい、あのいろいろまあスキー場って日本全国にあるんですけれども、このスイス村スキー場っていうのはどんな特徴があるんでしょう。特徴としては、あまり大きなスキー場ではないので、あと、はい、難しいコースがそんなにないのでファミリー向けの、スキー場になってます。あそうですか。ですね、まあ資料によると 60% が、
ビギナー向けの感謝面ということで、はい、これは、はい、中級者とか上級者にはちょっと物足りないかもしれませんが、これからスキーをしようという方、あるいは、ご家族連れにはもううってつけですよね。そうですね、はい、うってつけだと、はい、思いますよ。そうですか。宿泊施設なんかもあるんでしょうか。宿泊施設は、近隣に旅館とか、そうですね、今ならまあカニが食べれたりするところの方がいいかもしれない。ぜひご馳走してくださいって。まあ、そうですね、自分 の, 作ったお米を卸している旅館とかもあるんで、はい、いいですね。ぜひ、はい、わかりました。そうすると、はい、まず、3,40 分でそういう海岸沿いのお宿にも、行けるであろうということで、お昼間は、はい、スキー場でスキーをして、はい、夜はそういう民宿で、はい、カニを食べるというのが一番かもしれませんね。そうですね。はい、わかりました。丹後ふるさと情報、今回は、スイス村スキー場をご案内しました。この番組は京丹後市 FM 丹後と京都三条ラジオカフェを結んでお送りしました。丹後ふるさとラジオ、今日の出演者の皆様はラジオカフェのスタジオにはコメンテーターとして平尾光一さん。そうなりました。ありがとうございました。いかがでしたか。はい、野口さんに会えてよかったです。本当ですね、私も嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。 FM 丹後のスタジオにはゲストの野木久俊さん、はい、ありがとうございました。はい、夜遅くまでありがとうございました。さあ、では、次回は新しい年が明けて1月、この時間また皆様にお耳にかかりたいと思います。皆様どうぞ良いお年をお迎えになってください。あ、はじめまして、野木です。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。はい、ちょっと早口になっちゃったんで、ちょっと聞き取りにくかったのか。あ、そうですか。ありがとうございます。